はい、どうも、私でございます。本日はファイナルファンタジーレコードキーパー2周目。15日目になります。で、スタミナも99まで来てます。石も162まで揃ってきてるんで、まあ、だいぶ進んできてるかなって感じですね。決勝も少しずつ溜まり出したりとか、オーブも作ってるんで、まあ、星5浴びで回数重ねるようになってきてるんで、まあ、イベントとか、まあ、もしかしたら、うまくやりゃ、玄武とかも、いけるかなって感じですね。そしたら、星6浴びとかも取っていきたいかなと思ってます。まだも、やっぱ多分半分ぐらい、もういったかなって感じだと思うんで、ちょうど、ですよね。ちょうど約半分ぐらいって感じ。まあ、フォースはまだいってないですけど、こっちをガンガン進めてる感じになっております。で、本日も、魔石でございます。で、今回からですが、もうかなりきついのが、シリオンさんですけど、チェーンがない。自前のチェーンがないんで、借りないといけないんですよね。借りないといけないんで、ちょっと苦しいかなと思って、馬石つけたりとかして、まあ、アロンさん入れて、いつもみたいにイリスの必殺技、モーグリと、クイナでバフルで死なないで、で、ガウで暴れるって戦略なんですけど、まあ、ちょっとしんどいくなりそうかなとは思ってますね。その場合やったらもうちょっと上げないといけないかなと思って、ダメだ。どうなんだろうって感じで、ファブラガーディアンがないのが結構心配ですね。で、借りるのはチェインですね。いきたいと思います。チェインがないとか、そう、話になんないと思ってるんで。はい、それではシリオンスターですね。オーバードライブ発動していきたいと思います。さあ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 。ファブ、チェーン入れて、足がないで入れて、とか、いつも得意のチェーンのイメージなんで。まずはファブラソーサーラーですね。チェーンの回数は決まってるんで、ちょっとしんどいところはありそうですけど、ちょっとチェーンが早かったかな。アーロンさんに合わせていく感じだと思うんで、もうワンターンちょっとずらしてもよかったかもしれないですね。チェーンのが、ちょっともう、まあ、もったいないですよね、5秒ぐらい。結構やっぱ食らうな。やっぱこんなもんか。いけるかな。不安しかないです。まあ、一応バフが入るんで、バフ入れて相手にデバフ入れまくるって戦略なんで、まあやるんで、もう一回やるんだったら今のとこターン変えてもいいかもしれないですね。ああ、まあまあ、ナイスナイスナイス。ガウさんがね、こう頑張ってくれるんで。フルキュア、アルテマ、バラッシュ、フルブレね。うわ、マジか。いや、火ダメがえげつないっすね、やっぱ。さすがに。もうクイナも剥がれてますもんね。ヒール2枚入れとかんとダメか。いや、強い強い強い、めっちゃ強い。何今のは、何構えるってやつ。よく詳しいことがわからないおじさんです。で、回復入れます。踏みとど張りたいんで、死なないでたまり次第入れましょうか。で、キャンデブさんはヒーラーで回した方が良さそうですね。いや、そりゃきついわ。ディフェンス力がなさすぎるんで。かぁ、いや、無理や。ファブラガーディアンなしだと、さすがに無理っすね。プロテストとかも入っててでしょうけど、マジか。そしたら、魔法の場合、まだマシだな。はい、シリオンの記憶ですね。メンバーなんですけども、弟子くんを使います。もうディフェンスが無理なんで、絶対。で、新壁も取ってきたんで、新壁と最低車で、うまく合わせて、お金回すって感じになります。
あもうこっからはさすがにきついですね。新壁を張ってやってフレンドでチェインですよね、回して攻撃するっていう作戦じゃないと、やっぱファブラが出て張らないともうディフェンスが話にならないんで、あともう今回あのこっからチェインですね、チェインなしのとこは新壁使いながらディフェンスして攻めるって感じになります。入れるタイミングをちょっと気をつけないといけないんで、まず新壁っすね。でガウでチェインしてもいいんですけど、できたらアーロンの近くでチェイン入れたいんで、チェインの時間を無駄にしたくないんで、まあ、最低車入ってからでもいいかなぐらいですけどね、チェインをちょっとチェインをずらします。初めて使いました、メインアカウントでも使ったことないんですけど、あ全然や、全然っすわ、新壁鬼やん。次はアルテマ使って、ちょっと序盤は貯めるか、どれくらい、ああオッケー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 、新壁様様ですね。円安ヒール入れときましょうか。で、リッパーラッシュですね。で、アルテマってフリーズアート、まあ、ここら辺はそうでもですね、一回で溜まりやすいのにしとけばよかったな。まあ S はどうせじっくり時間かけてはチェインも回数が2回って限られてるんで、あのまま使わないで円安にしとくか。かなり頑張ってはいますけど、まあ、アロンのアビがなくなるんで、チェインが乗ってるうちは攻めたいっすね。で、弟子くんでも、もう一回最低車行きましょうか。まだ切れてないとは思うんすけど。弟子くんとブラーチャーを組み合わすのが一番いいんでしょうけどね、ここまでの余裕がないというか。これを OK、 ここら辺からアビ切りがきついんで、いくらオバドラでアビが増えてるとはいえですよ。またアローのこの超絶で粘っていく感じですね。円安円安で、新壁も絶やさないと、ブルブレが切れちゃったから、またもうチェインもほぼ関係ない感じですね。ミトドさえ剥がれなければなんとでもなるとは思っとんすけど、新壁張り直しましょうか。暴れる、超絶が溜まったら超絶速攻打つか、円安超絶、円安超絶です。ただ円安オーバー、ほら円安オーバー振るなんですけど、まあ、まだ粘れるんで、
ちょっともうチェインがないんで、ちょっとかなり苦しい展開ではありますけど、なんとかよ。これにも期待してるんで。魔石も忘れていた。よし、これで踏みとが剥がれても OK、 多分決まるはず。これで決まりでしょう。だらだらと長い戦いしたけど、うまく最低者と新液を使ってアーロン超絶で、まあ頑張って削りまくったって感じですね。魔石をうまく使えたと思います。おかげさまでマスクリです。これで結構魔石も来てますよね。これで、今半分ですかね。で、こっから先もチェインがないんで、進撃をかけながら一枚アタッカーかなって感じですね。もうね、戦略を取りたいと思います。本当アタッカーがどうか次第なんで、ああ、正直星さんかなり、オパドラがあるとしても、きついなって感じですね。もうちょっとレベル上げれば、それ楽なんでしょうけど、まあアタッカーいかんせん。まあガウがあるし、まあレムさんも、まあヒーラーと、あとフミトド。まあ便利っちゃ便利なんですけど、なかなか即時でもないんで、もうちょっと考えて、アビリティも、そうですね、フルブレもうちょっと増やしたりとか、していかんとちょっときついかなって感じです。はい。ということで今回15日目はここまでとなります。それでは16日目でお会いしましょう。